仙台市交通局東仙台営業所は、宮城県仙台市宮城野区燕沢にある、仙台市交通局自動車部の営業所である。構内は営業所庁舎と東仙台整備工場、給油施設、洗浄施設、車庫、バス停留所を設置する。営業所イラストマークはうさぎ。1959年、仙台市の発展とともに、市東北部からの通勤、通学利用者の増加により、岩切線しかなかったバス路線は、運行本数の増加と、路線新設が求められていた。同時に、中心部の市街地化進行により、車庫郊外に移設する必要もあったため、新設の営業所として設置された。その後1968年には、市による宅地開発事業として、鶴ヶ谷団地の造成が開始され、1971年には、バス路線も開設して乗客が増加する時期にあった。1980年には、交通局の中で、最も車両数の多い営業所となっている。1987年、地下鉄開業により路線再編を行い、地下鉄駅への乗り入れを開始した。仙台市東部の宮城野区、泉区を事業範囲としている。営業所周辺が住宅地であるため、小鶴新田駅、鶴ヶ谷団地、安養寺からの出入庫系統のほか、基本路線として、東仙台営業所線が1時間に2から4本、設定されている。岩切線と東仙台営業所線は、以前は、県庁市役所前発着であったが、2005年3月28日のダイヤ改正から、交通局大学病院前発着に変更されている。なお、東仙台営業所線は、2015年12月6日から、すべて川内営業所に移管された。配置車両は主に UD トラックスと日野。在籍両数は、大型車両が65両、中型が8両、小型が1両。天然ガススタンドが近く、最近の導入車の大半が CNG 車である。かつては、塩釜市に塩釜出張所を設置して管理下に置いていたが、1992年に廃止している。1994年に営業所から降格した仙台市交通局7北田出張所も2011年6月まで当初の管理下であった。2010年4月に新設された新寺出張所も管理下に置いていた。当営業所は2010年4月から5年契約で宮城交通に運転、車両管理業務委託の契約を行い、この段階では全部を委託せずに、そのうちの一部を新寺出張所として分割した上で、契約開始当初から委託し、営業所本所がその2年後となる2012年4月からの委託予定とする契約となっていたが、10ヶ月前倒しした2011年6月に受託事業所の振り替えが行われ、営業所本所が委託、新寺出張所が直轄化されることになった。これに伴い新寺出張所が長町営業所の管轄下に変更されたほか、2009年4月より JR バス東北に委託中の7北田出張所が実際は営業所の管轄下に変更された。D50、A50 系統と55、D55 系統は7北田出張所と共管。X230、233系統を除き、霞の目営業所と共管。運行系統図仙台市交通局東仙台営業所令和3年4月現在、同年7月25日閲覧。ありがとうございます。